東日本大震災で家族から行方不明届が出されていた石巻市出身の50歳の男性が神奈川県内で発見されました警察によりますと先月17日神奈川県内で警察官がパトロール中に路上で男性に声をかけたところ震災で行方不明届が出されていた石巻市出身の50歳の男性と分かりました男性は 震災前から家族と連絡が取れなくなっていて男性の姉が2011年4月に宮城県警に震災の行方不明者として届け出ていました男性は震災当時宮城県内にはいなかったということです